皆さんこんにちは。レック専任講師の木村真由美と申します。今日は測量司法の受験生の方々のためにこの動画を撮らせていただいています。まずは測量司法受験生の皆さん、試験の方お疲れ様でした。今年の測量司法の試験っていうのはもう本当に大変だったと思います。まずは通常5月の受験だったね、この試験というのが、11月まで伸びてしまったということで、もう受験生の予定はもうめちゃくちゃになってしまったと思います。しかも願書を出したのはこれ1月ですよね。出願から10ヶ月でやっと受験できた、もうすごいことだと思います。ちょっと私も経験ないですからね。で、この測量司法の試験というのは、土地家屋調査士試験の免除を得るために受験する人もこれ結構いますので、私の受講生でも、もう本当に皆さん大変な思いをしました。で、今日は、測量司法の受験をされた方に、ぜひこのあと何かステップアップしたいなというふうに考えている人、あとは特に何も考えていないという人も、ぜひこの土地家屋調査士という資格、そして試験を知っていただきたいということでね、そのご案内ということになります。10分ほどの、短い動画にするつもりなので、ぜひ最後までお付き合いください。はい、まず測量司法、この、資格を持っていると土地家屋調査士試験の午前の部が免除になるというメリットがあります。で、これは測量司法の試験だけではないんですが、ちょっとこのような、調査士の初学者向けのパンフレットを使ってお話しさせていただこうと思うので、手元にある方はぜひ見てください。あとはデジタルパンフということで、ネットでも、これご覧いただけるようにはなっています。はい、もちろんない方は画面だけ見ておいてくれれば結構です。はい、12ページ下の方にこんな風にダブルライセンスで広がる活躍の場なんという、という図が出ています。はい、でこの土地家屋調査士を取り巻く、こんな風に接点のあるような資格ということで、この測量士、測量司法、もしくは建築士、1級建築士、2級建築士、どちらでもいいんですけれども、これどれか資格を持っていると土地家屋調査士試験の午前の部が免除になるということで、これは、測量司法、これ合格したという方はぜひ考えてほしいなというふうに思います。で、通常土地家屋調査士試験を、受験される方はレックのコースでもこんな風におすすめしているのが、土地家屋調査士合格コースということで、これ午後の部の対策だけの講座ということになります。インプットやってアウトプットやって試験に臨むというね、もう簡単にざっくり説明してますけれども、こんな形。ただ免除資格がないという方は午前を基本受けなきゃいけない。ただ午前を受けるというのはやっぱりかなり大変なので、10ページにある午後の部の対策プラス並行して測量司法について、ここ学習していただくということになります。だからこの図だけ見ても測量司法も同時並行で学習しなきゃいけないとなると、やっぱり途中ね、被るところはかなり大変になってくるかと思います。ただもう測量司法持ってるよという方はこれがこのような形になるので、要は調査士試験の午後の部だけに専念できるっていうことになるんですね。じゃあ実際土地家屋調査士ってどんな仕事をしてるのか。はい、これはよいしょ、4ページ5ページにわたってざっくりと書いてあるんですけれども、まずこんな風に現場に出て測量したりしますよっていうことで、この2番の測量、この写真見てもらうと使う機器、トータルステーションなんかはもうこれ測量士さんと同じものです。はい、だからこんな風に機材を覗いてるだけだと、これが測量士さんなのか土地家屋調査士さんなのかちょっとわからないです実際に。
ね、ただ何が違うのかっていうと、測量士さんが測量する、ね、まあ、その現場と、ね、あとは土地家屋調査士がする測量っていうのは、まあ、規模がちょっとだいぶ違ってきます。測量士さんは割と大きな、ね、規模の土地を測量することが多いのかなと思います。まあ、もちろんね、それだけじゃないと思いますけれども、土地家屋調査士がする測量っていうのは、もうこれは登記に関する、ね、不動産登記を申請するために必要な測量ということになってくるので、土地の規模もこれそこまで大きなものにはならないことが通常です、ね、でこの登記の申請というところが大きく関わってくるんですね。土地家屋調査士って何する仕事なのって言ったら、不動産登記、ね、この表示に関する登記、これを所有者さんに代理して行う、ね、表示に関する登記の専門家ということになります。で、登記というと、まあ、その表示に関する部分、これが表題部、そして権利に関する登記を、これが、まあ、権利に関する部分ということで担当が違ってくるんですね。で、権利に関する登記に関してはこれ司法書士さんたちのお仕事で、表示に関する登記はって言ったら、ここが土地家屋調査士ということになります。で、表示に関する登記ってこれ何があるのって言ったら、これは物理的現況、まあ、いわゆる現況です。だから土地だったらどこにあって、どんな利用目的に使われていて、そして測量が必要になってくる、どのぐらいの大きさがあるのか、ね、そして土地と土地との境はどこなのか、ね、こういった内容を登記するために測量するというのが、まあ、土地家屋調査士の仕事です、ね、でその土地の問題があって、さらに建物の問題、建物に関してもやっぱりこれこんな建物建てましたっていうような物理的現況を表すのが表題部になされる表示に関する登記ということになるので、建物が何階建てなのか、どんな構造なのか、床面積はどのぐらいあるのかというような現況を公示するために必要な調査、ね、そして登記の申請といった形になってきます。はい、ですから4ページ5ページにわたって、まあ、フィールドワークなんていうちょっとね表現してますけれども、まあ、とにかく現場に出ますよ。そしてそれだけではなくて、登記の申請のための調査をしてるわけだから、登記の申請、ね、だから事務所に帰ってきて申請書を作る、ね、図面を作る、そしてこんな風に登記書、ね、法務局に行って、まあ、登記を申請する。ただこの部分に関してはもう今は電子申請というのもかなり普及してきているので、実際に出向くっていうことはね、まあこれは、まあ、この図はそういう図になってますけれども、まあこうしなくても OK だ、ね、ただいろんな調査の過程でもちろん法務局に出向くこともこれ多々ありますよ、ね、したがってフィールドワークとデスクワークのバランスがものすごくね、いい、ね、ちょっと特殊な仕事だなというふうに、まあ私は感じます。はい、でこんなふうに、まあ仕事内容をざっくり見ても、やっぱりこれ現場に出る、そして登記の申請というような、これ登記に関することもしなきゃいけないので、どっちもの知識が必要なんです。だからこれ実務についてからもメリハリあるし、学習も非常にメリハリがある、まあ、特殊な試験と言っていいと思います。ここをぜひ楽しいと思って、やっていただけると、これは1年間、ね、まあ、だいたい1年間勉強するのが、まあ、通常というふうに言われています、ね、まあ、これが短い方だと8ヶ月なんていう話を聞いたこともありますけれども、まあ、かなり、試験としては、ね、難しいと思ってください。ただその難しい試験、これを楽しいと思ってやるか苦しいと思ってやるか、これ人それぞれだと思うんです。で、楽しいと思ってもらえるかどうかっていうのはもう私たち講師にかかっていると思うので、もうそのあたりは、ね、任せてください、ね、損はさせませんというふうにね、これ言っておきたいと思います。とにかく、まあ、法律を学びつつ測量の勉強もするというなかなかない資格だと、ね、思っていただけたらいいかなと思います。はい、でどんな学習をするのかっていうところなんですけれども、
15ページに、はい、まあ、こんな道具を使っていくんですね。はい、三角定規、これを使って図面を描きます。手書きです、ね、もう試験は手書きの図面をやらなきゃいけないので、まあ、これを使って土地の図面、建物の図面を描きます。はい、そして関数電卓という電卓を使って、これはある程度、ね、座標値の計算なんていうね、数学的な知識も学びます。そして六法、はい、法律、不動産登記法という法律を主に勉強していきます。民法もやらなきゃいけないので、まあ、こういった六法を使って法律の勉強もするんだ、ね、これとこれとこれがセットになってくる試験ってなかなかないと思うんですね。これは正直楽しいなと思ってもらえると思います。ね、ただ楽しいだけでは当然合格できないので、もうきっちりやっていただく必要がありますが、レックのこのカリキュラムに沿ってしっかりとやっていただければ一発合格もこれ叶いますよということで、12ページ先ほど見ていただいたこのようなコースになっていますというのがインプット完成講座。ここで全体構造編、それから徹底解析編、分けて学習していきます。でこの中でも理論、書式、こっちも理論、書式に分かれています。で理論というのは択一問題に対応できる知識をつける。書式というのはこれは先ほど申し上げました申請書を書いて図面を書くという実技試験、ね、その部分に対応できる能力を身につける。ここを同時並行でやっていくことになります。で最終的には理論の知識を書式で生かす、書式の知識を理論で生かす、ね、これで合格点に届くような講義をしていくことになります、ね、まあ、土地家屋調査士の午後の試験だけでもやはりこれかなり大変です、ね、だから測量司法を持ってるっていうのは、まあ、ものすごくメリットになります。他の受験生よりも一歩リード、ね、勉強もやはり午後の試験対策に集中できるというのは非常に、まあ、一歩前に、ね、出られるメリットになると思うので、測量司法受験された方、ぜひこの土地家屋調査士という、ね、試験にも興味を持っていただいて、いろいろ調べてもらいたいなと思います。で今この段階から学習を始めるっていうのは非常にもうベストなタイミングだと思いますので、ぜひ一緒に勉強していきましょう。はい、ということで、まあ、短い時間でしたけれども、ここまでにしたいと思います。最後まで視聴していただきありがとうございました。